こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。夕飯です。お鍋一つでナポリタンからの鉄板ナポリタンです。玉ねぎはね、ザクザクザクっても薄切りします。大きなまな板出すのがめんどくさくて、ちっこいのでしたら飛び散っちゃった。ピーマンはザクザク切るよ。ナポリタンソースをね、合わせておきます。分量はこれです。ケチャップのね、下の方だから出てこない。一生懸命振りまくってねえ。でもさ、ケチャップって逆さまにしてさ、冷蔵庫に入れとくとなんか漏れてくるからね、逆さまにしたくないの。掃除が大変になるからね。だから振りたくって使います。で、はい、新しいケチャップ。まあ快適ですね。よく出るわ。これね、4人分で作ってます。そしたらね、いつもは私ピザ用チーズを使うんだけど、ピザ用チーズを切らしてたからね、スライスチーズで代用です。もう一応これ手でね、細かく裂いてるつもり、本人は。あんまり細かくないけどね、もうザクッと。いいのいいの、溶ければいいんだから。で、しっかりね、混ぜときますよ。お鍋にオリーブオイルを熱します。ベーコンをドーンって。これね、昨日ベーコンだったけどウインナーでも美味しいよ。で、炒めていきます。私ね、ベーコンにね、ちょっとこんがり色がつくぐらいが好きです。そしたら水を 800cc、 4人分だから800です。1人分で作るときは 200cc でいいよ。ソースもさ、1人分の時には4分の1にして、で、蓋をして一煮立ちさせます。ここにね、パスタ麺を半分に折ってドボンと。これさ、ベーコンからもね、いいお出汁が出てて、それをさ、パスタの麺が吸ってくれるから美味しいです。4人分でうち 400g ポキンと折って入れました。そしてね、ざーっくりでいいよ。最初はざーっくり、こんな感じでも混ぜてるか混ぜてないか分かんないぐらいざっくり混ぜて。そしたらね、蓋をして、パスタの麺の袋にさ、茹で時間が書いてあるでしょう。あのね、茹で時間の半分グツグツします。火加減はね、中火よりの強火です。あ、じゃ間違えた、嘘。火加減は中火よりの弱火です。そしたらね、半分経ったら蓋を開けて、ここでね、しっかり混ぜてほぐします、麺を。じゃないとさ、団子みたいになっちゃうから、ここでしっかり混ぜほぐして、で、また蓋をして、残りの茹で時間半分をグツグツグツってします。火加減はずっと中火よりの弱火でしてる。そしたらね、麺をしっかりほぐして炒める感じ。
野菜をドカーンと入れて炒めながらね、火を通していく感じです。ナポリタンソースをザバッと入れます。何もかんもザバッと。で炒めながらケチャップのね酸味を飛ばしますよ。ケチャップちょっと酸味があるよ。これをね炒めていってね、酸味を飛ばして美味しいとこだけにしよう。これさ乾麺で 400g 茹でたからさ、混ぜるのがね腕が疲れます。でソースがしっかり絡んでチーズが溶けたら、これでねナポリタンの出来上がりです。このまま食べても十分美味しい。うちはねこれをね半熟卵と絡めて食べる鉄板ナポリタンにします。これねスタッカブルディッシュに油を敷いて、これもねいつもの使い方と一緒、薄煙が出てきたらね温まってる合図なので、ナポリタンをドカンとドカンと盛り付けます。でさ、あの真ん中を高くするとさ美味しそうに見えるよね。だからね一応ね本人は真ん中を高くするんだけど、なんせほら量がすごいでしょ。だからね崩れてくるの。でもね夫曰くね、お家で食べる分だから全然構わんって言います。まあ確かにね。そしたら卵液をザバーッと回しかけて、卵液はね卵1個に牛乳大さじ1です。そしてねドライパセリをねフリフリフリって振って、これで鉄板ナポリタンの出来上がりです。はい、こんな感じの夕飯でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。でインスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではではバイバイ。